こんにちは。16年間にわたってこの主権回復の記念日を制定するんだということで国民集会を率いてこられました、井尻先生や小堀先生をはじめとする皆様5名の方々にも本日は政府主催の式典にいい席にお座りをいただきました。どのみち憲法を改正する、また改正しなければなりません。それは5月3日ではないと思うんです。であるならば5月3日の憲法記念日、これが旗日である必然性はもうなくなるわけであります。